彼氏に振られた。つらい。ちょっと、別れたって大丈夫？つらい。つらすぎてつらい。つらみの極み。つらいのはよくわかった。現金出しな。恐喝？いやー、あれはほんと笑ったわ。またその話を、いい加減忘れてよ。いやいや、でもあれでつらいの吹っ切れたんだよ。わー、ホタル綺麗だね。明日、幼稚園でみんなに教えてあげるんだ。そうだね。みんなびっくりするよ。パパに内緒でアイス食べちゃおうか。うん。次の日。豆太くん、おはよう。先生、おはようございます。昨日の夜ね、ママとピッカピカのホテル行ったんだ。パパに内緒で。ピカピカのホテル？いや、違う。ホテルではなく、ホタルのことでして。ゆきちゃん、僕昨日ママと夜、ピッカピカのホテルに行っちゃったんだ。パパに内緒で。ホタルね。なんかちょっと意味が違っちゃうからね。あと、パパに内緒っていらないから。1分で笑えるショート漫画、毎週投稿中です。チャンネル登録よろしくお願いします。通知設定もおすすめです。